はい、速稼塾の久保です。今ねビットコインのチャートを見てますけども、値段上がってますね。だからビットコインそのまま持っといてくださいね。今ねたくさんの暗号通貨系の商材出てますけども、私はねこう思ってます。ほとんどがインチキです。ですんでビットコインをそういったインチキに入れちゃうとそのままなくなります。私ねこの前いつでしたっけ、2ヶ月ぐらい前に散々お話してましたけども、これから、詐欺の暗号通貨がいっぱい出ますよと。で、詐欺の暗号通貨の案件ってのはどういうことかっていうと、ビットコインとかイーサリアムで送金してください、主にビットコインですね、ビットコインで送金してください、それで参加できますっていうふうになるんですよ。だからビットコインの価格はこれから上がりますよっていうふうにずっと言ってたと思いますけども、95万円前後の時にね、その他の要因もあって上がるんですけども、でもねこのね今150万近くにつけてますけども、この、ね、2ヶ月でね 1.5 倍になりました、私95万前後で買いましょう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 って言ってましたけども、それはビットコインを買ってそれをねいろんな案件に突っ込むためじゃないですよ。ただ持ってるだけと、ただ持ってるだけって申し上げましたよね。今売り時ですからね、持ってる方は今売ってください。100万円でビットコイン買った方、100万円以下で買ってくださいって言いましたけども、分かりやすく言います。100万円で買った方、今売ればほらね40万50万と不労所得じゃないですか。で1ヶ月で割ってください。月に20万これ出たでしょ、ですから今売ってください。これ以上上がるかもしれませんけども、目標金額は月収プラス20万だったはずなんですよ、あの時渡したのね。だから月収でプラス20万になったわけですから、欲をかかずにここで利確しましょう。利益確定ねしましょう。そしたらずっとじゃないにしても今ね9月10月がプラス20万平均で終わってるはずなんですよ。だから今日決済しましょう。これも前お話しましたよね、今回はピタリ当たりましたんで、なんか清々しい気持ちでね今日10月31日を迎えられます。だからここまで私ねお話ししましたんで、どうするかは自由なんですけども、今回ばかりは私の言う通りにしたら月収20万がこうね決まって OK だったんじゃないですか、これで、95万前後で買って100万超えたら買わないでくださいねということをね、1週間ぐらいかな、10日ぐらいかな、ずっと動画の方で、お話ししましたけども、あの時買った方が何人いるか分かりません。1ビット単位で買ったかどうかも分かりません。でも仮にあの時私がお話したように1ビット単位で買って、例えばね100万円以下のビットコインを買った方は今40万前後、それ以上の利益確定ができると思います。ほら月収20万プラスになったでしょ。ここでエグジットしてください。それでいいじゃないですか、ね、で次の稼ぎ方はまた次のやつを探しましょう、やりましょう。自己アフィリエイトでもいいんで、でここでねビットコインがうまくいったからこれからもこの2ヶ月のになるんだと思ったら、それは未確定ですから、私もちょっとそうはならないんじゃないかなと思います。私は別の目論見を持って、あの頃ね購入したビットコインの枚数をそのまま保持しますけども、私はもともと暗号通貨は全て日本円決済することなくね長い間持ってようと思って買うだけなんですよね。しばらくは買いポジションだけしか立てません。あとはもうステーキングです。報酬出ないですけどね、でも値上がりするんで、で一旦値が下がると思いますよ。だからもうちょっとって言っても2、3ヶ月からね半年ぐらいするかもしれませんけども、この私がねよく言うその怪しい案件、インチキっぽい案件がボーンとね飛んだ時、ブレイクした時に、その詐欺を仕掛けた方はね、そのビットコインをドルとか円、多分ねこれ円なんですよ、日本円に変えるんですよ、日本円に変えると思いますから、その時にビットコインがどんどん両替されて日本円になってビットコインの価格が落ちていくと思います。これはねビットコインのまんま持っている必要、持っていく可能性もあるんで、必ずしもそうなるとは思えないんですけども、1月ぐらいにビットコインがちょっと値段が下がって110万前後になるんじゃないかなというふうな気はしますね。気がするだけです。これは根拠はありません。だいたいそのぐらい、下がるんじゃないの ?20% から 30% ね。だから残念ながら、この時期に今関わってる暗号通貨の案件があるとしたら、それはね、あんまり気持ちを持たずに、それでもう儲かったんだって気持ちにならずに、それはもうねやられたんだと、もう丁寧にお支払いしたんだ、もうねそれは戻ってくることを期待せずに
投資なんだから投じた瞬間にゼロになったっていう覚悟をしたんだっていうふうにね、腹をくくって、まあ、戻ってこないことをね覚悟するべきかなと思います。まあこれ私のね、私個人の考え方です。でも一貫してるでしょ、ずっとビットコインに関しては。私が暗号通貨ニュースを久しぶりに始めた頃、覚えてますかね、あれが6月ぐらいだったと思いますけども、あの頃からだんだん暗号通貨ちょっとねいい感じになってきて、リップルとかもね上がってきて、 ADA の方も値段が上がってきて、で一旦10円を割って今10円11円とかいて、多分また10円を切るような値段が来ると思いますけども、 ADA に関しましては、あの他のねお金がなくなった人が ADA を泣く泣く換金してます今。それなんでわかるかっていうと、これね ADA を持ってる方、プレセールで持ってる方ってそんなにね多くはないんですよ。多くはないって言っても何千人かいますけども、その方が今ね ADA の含み益があるっていうんで、いろんなところにねまた分散投資とかしてるんですよ。それがことごとくやられてます。で最後もう残った ADA を換金しないと、支払いができないっていうところになってきてね、100万単位で今ねどんどんね、あのバイナンスとかを通じて、日本円に変えてるんですよね。この流れっていうのもちょっと寂しいんですけども、日本円に交換する手順を教えてくださいっていう通知が今多いです、私のところに。他の方にもそう来てるでしょ。暗号通貨の発信してる人のところには特にどうやったら ADA をね有利な条件で換金できるかってことで問い合わせがあると思うんですよ。でそして昨年は私インドネシアの方に、インドダックスっていうね取引所とか、それから OCBC 銀行っていうのを銀行口座を作るためにちょっとご案内したと思いますけども、それを作るとまあまあ結構有利なねパーセンテージで、税金の面でですよ、日本円に交換することができるっていうことだったんで、そのルートを作りましたよね。でそのルートを作った方もどんどん今両替してます、これ幸いとばかりに。で日本円を引き出していろんなところの損失に当ててますよね今ね。これがねまあそうならないように願ったんですけども、悪い予想ばかり当たるもんで、そういう風になっちゃってるんですよね。この話を聞いてね、自分のこと言われてるなと思う方、大丈夫です、あなただけではありません。結構私に相談いただいてる今の時期の方っていうのは、キャッシュがなくなってもうちょっと寝かしておこうと思って ADA を今ね決済してますよ。来年の税金のことも考えておいた方がいいですよ。でもその場合は、概ねですね半分持ってかれると思ってください。だから今回500万 ADA を換金した方、来年200万ぐらい課税が来ると思った方がいいです。他の収入源とかあるんで、そのバランスですから、経費とかね。だからはっきりは言いませんけども、来年も ADA を切り崩すようになると思いますよ、これでは。ということでね、ちょっと ADA の話をさせてもらいましたけども、あんまりいい話じゃなくてすいません。で私はね ADA の方は今年2020年の12月31日に決済する、全部決済するよっていうふうに、ずっとお話していたのを、いつ決済するか話さなくしますって言ったのは、私がね結構な枚数持ってますが ADA は、これを決済することがはっきり分かると、その前に直前で私より前に決済する方が出るというふうに当然のことを考えたんで、すいませんけども2020年に入ってね、いつどうこうするかってことはもう ADA に関して、そして XRP も大量保有してます。これについてはお話ししません。私がお話しできるのはノアコインは買った、ノアコインか、ノアコインはもう完全に諦めたってことです。ノアコインは全部終わりですね、終わり。私はノアコインはもうね、やられたと思ってます。本当にね気の迷いで1日だけ気が迷いました。ずっとノアコインを否定していて、肯定する条件が何にもなかったんですよ、私の見識だとね。どんだけ勧められても、久保さん知らないからでしょって言われたけども、そのねノアコインがどの辺から始まったかぐらいから知ってますんで、ノアコインを買った人以上に私は詳しいです。でもやっぱり最後にね、でももしかしたらみたいな気持ちになって、最後かなりのね説得を2人の方に代わる代わるされて、じゃあ試しにねこうビットコイン10ビット解約したんで、それで買いますよって形で、当時の金額で1ビット100万円ぐらいでしたけども、3つね、結局今お話しますと10ビット全部買ってません。3ビットだけノアコインに変えました。変えて、はい、後悔ですねでも全部いかなくてよかったと思います。だからね、あの頃私に強くそれを提案した2人の方は、どうですかね今、私に対して言うことないですかね。私が最終的に判断したんで別に責めるつもりはありませんけども、あれほど言っていた自信っていうものは、虚像だったんですよ。書面を見ての自信だったんですよ。でもまだ分かりませんからね、ノアコインもこれからどうなるかはっきりとしたことは分かりません。
分かりませんけども、どう結論出すかは投資家さん一人一人が決めることです。私はもうノアコインは放棄していますんで、もしあれがね大化けして大きなお金になることがあっても換金することはないでしょ。もう換金のパスとかキーワードとかウォレットとかああいうのも全部触ってませんので、多分もうね呼び出すこともできないと思います。というよりももうねノアの運営とかが私のこと嫌いでしょ、もうここまでいったらまあどうもね、そっちの方はもういいですよ。でスピンドルは最初から買ってなかったんで熱心に勧めてくださった方本当申し訳ないですけどね。ただ私が買わなかったっていうのはもうすごい正解だったですね。まあガクトさんもねそこまでやるかって感じですよね。自分の立場をそんなことに使っちゃいけないだろうと思いましたけどね。まあでもこれも分かりませんけどね、分からないといえば分からないんですよ。これから数年後もしくは数百年後にノアコインもスピンドルもものすごく大化けするかもしれません、ただ私はもう諦めたって話なんです。私はもうそれを損切りしてもうなかったことにして、自分の可能性を感じていた、もう未だに裏切ってないね XRP っていうコインとかビットコインとかね ADA、 この3つですかね、この3つに、意識を向けていきます。まあ他はね必要経費だと思うことにします。やっぱ私の最大ボリュームっていうのはノアコインでもスピンドルでもなくってビットコインであり、イーサリアムも少しありますけどもちょっと少ない金額なんでちょっと恥ずかしいんで言えませんけども、まあビットコインね、これは買い増し続けて95万前後でもう、68万で買うのをやめましたんで、私はね68万で買うのをやめたんですよビットコインは。で結構な枚数持ってます。で、あと1個 ADA ね、 ADA もプレで買って、それからまあいくつか相対をさせてもらいましたね、相対で私いただきました。ですんで増えてます ADA。 これはいつ決済するのか教えませんけども、でもかなりねこれは増えるんじゃないかなと思いますね。まあできればね日本で ADA が使える時まで私はね10年でも20年でも待ちたいと思いますんで、それからでいいかなと思います。まあ、遅かれ早かれ ADA も日本で決済できるようになりますよ、あれほどのねものですからね。日本にユーザーも多いし、取引所で ADA コインチェックとかビットフライヤーで ADA を使うようになったらものすごく流通量出来高増えるんじゃないですかね、だからやると思いますよ。というところですかね、暗号通貨に関しました。別にね儲かるネタとかは何もなかったと思いますけども、もう結論が結果が出てる時期ですから今暗号通貨に関しては。2014年ぐらいから意識し始めて2015年に入って私はね暗号通貨を少しずつ買い揃えていきましたけども、まあ当時はねビットコインが2万円とか3万円ですよ、あの時にね私は現金があんまりなかったんで、ちょっと買えなかったですけど、あの時にねそれこそ100万円分ぐらい20ビットぐらい買っとけばよかったなと思いましたけどね、あとビットリージョンっていうのにねなんかあれ5ビットぐらいちょっと持ってかれちゃったのも痛かったですね、ビットリージョンね、なんとかマイナーっていうのもありましたね、石油掘るなんか利権だかなんかも、ユーロビットっていうのもありましたね、まああんな感じです。で、いろいろとねやられる機会は少なくなって、今年は1月にフォインっていうのがどうなったか分かんなくなったんで、フォインも500万ぐらいがね私の手元から離れていったと。フォインに関わった人はなんか別の情報があるとかなんかいろいろ言ってますけども、もう終わりでしょぶっちゃけ。だってで何 ICO するまでは熱心に連絡してきたりとか改善とかねいろんな会議があったのに、 ICO で暴落した瞬間に何もなくなるっていうね、普通逆ですよね。 ICO 起きたからより多くの情報とかサポートを必要とされるわけじゃないですか、市場で売らないといけないんで。フォインなんですかね、フォインっていうのは、どうなってるんでしょうかね。分かる人がいたら教えてください。私は分からないんでこうやってぼやいてるだけですからね、分かる人がいたらまた教えていただければ幸いです。まあ暗号通貨っていうのはね本当に恐ろしいですね。それではまた、なんかビジネスや投資の世界でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。